今のユイにとって翔也はただ出会っただけの人、野球ができるだけの人、今はただそれだけの人。おむすび。今は赤いイチゴの出来に感心しているだけかもしれない。だけど彼の優しさに心を寄せる日が近づいてきているのかもしれない。しかし今のユイにはそんなことを考えている余裕はない。書道にギャルに家族に姉の記憶、その他のこと、彼女の心の中はたくさんのことでいっぱい。そしてまた一つ、第10話のお話は、博多ギャル連合のルーリーは深夜に天神のあたりをぶらついていたところ、男たちに取り囲まれ、駆けつけた警察官に助けられることとなった。翌朝、ユイはマサトとアイコと一緒に農作物の仕分け作業をしていたが、そこにルーリーからメールが届く。メールを読んだユイはその場にいるマサトにどう伝えるべきか迷っていた。なんとかルーリーの元にたどり着いたユイですが、交番にたどり着いたユイは未成年ということで責任者になることができず、困っていると母愛子がやってきて責任を持つということで、ルーリーは警察署に行かなくて済みます。第10話はこのようなお話になるようです。なぜ愛子が交番にやってきたか。それはユイの携帯に届いたメールを見たから。愛子はあの難解なギャル文字が読めるようです。歩みの時に散々読んで理解したようで、さすが伝説のギャル歩みの母です。そしてユイはルーリーの寂しさを知り、本格的にギャルに参加し、パラパラも習い始める。ユイは本当に優しい女の子です。第9話、いよいよ糸島東高校と福岡西高校の試合が始まりました。3対3の同点、ノーアウト満塁という決定的な場面がやってきました。これで糸島東の一打が出れば、さよならの大チャンス到来。みんな、一致団結で頑張れ。糸島東、ファイト。これまで見たことのない、風見先輩の熱い姿を目撃したユイ。先輩、キャラ変わりすぎ。少し戸惑うユイとエミは、顔を見合わせていましたね。彼らのこんな姿も青春だなぁと感じます。そこで福岡西もこのピンチを切り抜けるために、栃木から野球留学でやってきた四つ木翔也を投入してきました。ユイも知っているカッパの彼。実はすごい選手だったようですね。そこで糸島東は、ユイにホームラン宣言をしていたヨウタがバッターとして登場しました。多分彼はユイへの淡い恋心を抱いている。ドキドキする試合展開の中、気持ちのいい打球音とともにホームランかと思われましたが、残念ながらアウト。福西のヨン様の勝利で幕を閉じました。現段階では、ユイの心は、風見先輩への思いが強そうですが、次第に翔太に惹かれていくのでしょうか。そして陽太は、幼馴染で、ずっと心に秘めた思いを抱いたまま、ユイのそばで、大切な存在として、寄り添っていくような展開なのかもしれません。
恋がたきとなる彼らとユイの関係性は今後の楽しみになっていきそうですね。米田家ではヨン様と呼ばれている翔太の話で持ちきりとなっていました。ユイのことが心配でたまらない父マサトとはあれからずっと会話もなく気まずい状況が続いています。父のことが気になりつつもやっぱり姉と比較されていることが嫌なユイ。本当は仲直りしたいけれど自分のことは姉とは違う一個人として見てほしい気持ちが強いのでしょう。どうしたらいいのか考え事をしているとルーリーからギャル語でメールが届きました。ギャルたちにも嫌いと言ってしまった彼女は複雑な思いを抱いていたようです。どこまで行っても姉の存在が追いかけてきて妹の彼女は悩んでいるのでしょう。自分は自分、姉は姉、姉妹だとしても何もかも比べられるのは嫌だし、たとえ姉がギャルだったとしても自分も同じだとは思われたくないのです。目立つ存在の姉がいることで常に比較されたり、妹だからできるでしょと期待されて、妹なのにできないのと勝手に幻滅されたりするのは迷惑だと感じているのでしょう。きっと似たような思いを抱く人はユイだけではないと思います。偉大な著名人の妹や弟という存在の人や二世と呼ばれる子供たちにとって勝手な物差しで自分を見られたくないと感じている人は少なくないのではないでしょうか。一人で佇んでいるユイを見つけて翔太が声をかけてきましたね。彼はいつもランニングコースとして走っていたようです。優秀な野球選手と思われている彼にはそんなトレーニングは必要がないと感じたユイでしたが、実は彼も致命的な欠点と向き合っていたのです。スタミナが長続きしないため数回程度しかいい球が投げられないと。注目のスター選手なら何でもこなせるように感じてしまうのが世の常ですが、そうでもない一面があるのだということを知ったユイは返す言葉がなくなっていました。スタミナが続かない翔太が息を切らしながら待ちくたびれたユイのもとに懸命に走って戻ってきます。すると翔太は以前美味しいトマトをもらえたお返しにと栃木のイチゴを彼女に渡しながら親のことを話してくれましたね。山ほどのイチゴと一緒に母親からの手紙が添えられていて、彼のことを心配する文言がずらりと並んでいたようです。ちゃんとご飯を食べてる？お腹出して寝ていないかしら？お風呂にはちゃんと入ってるの？歯磨きもしている？彼の母親は遠くに行ってしまった大切な息子が心配で声をかけたいからイチゴを送るという理由でごまかして手紙を書いているのでしょう。温かい親心ですが、若い彼にとっては少し過保護と感じているようです。しかしそんな彼の話を聞いていたユイはマサトのことを思い返します。機関銃のように浴びせられた父からの心配の言葉。どこにおった？誰とおった？何しよったんや？翔太の母と同じような気持ちだったのかなぁと気がついたのでしょうか。親の心こしらずとはよく言うもので思春期特有の光景なのかもしれませんね。その頃帰宅したルーリーは寂しそうな表情をしていましたね。忙しい母はまたしても彼女を一人置いて東京に行ってしまうようです。
きっとルーリーは素敵なお家に住んではいますが、親からの愛情に飢えているのでしょう。お金はあっても、彼女が絶対的に欲しいと思っているものが欠けているのです。家族団らんや親に心配してもらえる機会もなく、夫婦関係も良くない両親は、どちらかというと無関心な状態で過ごす寂しい時間が彼女の日常。だから、ハギャレンが彼女にとっては、かけがえのない大切な場所だったのです。寂しい気持ちのまま夜の街に出かけた彼女は、怪しい男たちに声をかけられてしまいます。とても危険な予感がしますが、彼女は大丈夫なのでしょうか？最後までご視聴いただきありがとうございました。